はい、おはようございます。マスター、アトです。日曜日、死の日、となりました。今日は2020年3月の15日、賛美の時となりました。2曲目ですね。なかなか朝から賛美、厳しいものがありますけど、主に栄光と誉れを期していきたいと思います。2曲目が聖歌の464番、罪咎を許され、神の子とせられ、イザヤ書61章の10節、我、ヤウェを大いに喜び、イザヤ書61章の10節、There is grace, rejoining, 4分の4分で、やや早くですね、108で、なかなか先ほど、賛美しないとなかなか難しいですね。ではお祈りいたします。天の神様、日曜日の朝の賛美の時となりました。この賛美の時も神様に栄光と誉れを期して、主が豊かに福音宣教のために用いてください。御心ならば、またこのものも清めて、思いと唇を整えてください。賛美にあたり、この祈りを私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。ちょっと喉が朝からこんな感じで、水分、喉を潤してますけど、では行きます。もうなかなか賛美する前に時間かかりますけど、聖歌の464番、罪とが許され、神の子とせられ、イザヤ書61章の10節、我、ヤウェを大いに喜び、イザヤ書61章の10節、There is grace, rejoice, 4分の4分で、やや早くですね、108。さあ、いきます。3、はい。罪とがを許され、違いますね。麗しき笑顔と力ある愛の深さ、広さ、我歌わね。3、はい。罪とがを許され、神のことせられ、大いなる喜び我にあり、麗しき笑顔と力ある見てもて、常に導きたもイエス君の愛の深さ、広さ、我歌わん、我が心は深き感謝に満ち溢れ、新たなる褒め歌常にあり、麗しき笑顔と力ある見てもて、常に導きたもイエス君の愛の深さ、広さ、我歌わん、今と今夜の岩に支えられる身は、読みをもしをもなど恐るべき、麗しき笑顔と力ある見てもて、常に導きたもイエス君の愛の深さ、広さ、我歌わん、我世にある限りイエスを褒め歌わん、甘つく国ゆかばなお歌わん、麗しき笑顔と力ある見てもて、常に導きたも愛の深さ、広さ、我歌わん。はい、感謝いたします。なかなか舞うように、賛美が、整いませんけど、これも感謝いたします。天の神様、この賛美を神様感謝いたします。主の御業と栄光のために豊かに用いてください。このものも、清めて整えてください。
感謝して、この賛美を感謝して、私たちの個人的な救い主主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、聖歌の464番、罪とが許され神のこと捨てられ、イザヤ書61章の10節、我ヤウェを大いに喜び、イザヤ書61章10節、4分の4分で、やや早く108でした。また来週朝の日曜日の賛美のひとときにお会いいたしましょう。では合言葉、主やげんマッサー後でした、パッションプリーズユー。はい、失礼しました。